皆さんおはようございます。フェボーチャンネルです。本日は6月14日木曜日、1週間が早いですね。本日も1日を大切に、音楽を胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、本日のねボードは Line 6のね HX Effects、こちらをね、組み込んだ、新しいパターンのボードをね、3件ご紹介したいと思います。新一郎さんはね、プロのギタリストとしてね、サポートギタリストとしてもうプロの現場で導入されていると。それから SU4649 さんはね、PEC4MS3、 それから HX Effects、それから高尾さんはね、直列からワンコンラックに行ってから寿司屋に立ち寄ってから HX Effects、という形で、新しいパターンがね、投稿されております。というのも昨日ねご紹介させていただいたロビンフォードさんのね、ボスの MS3、 昨年のね大ヒット製品ですけども、皆様方ねお買い上げされて、だいぶねボードに組み込んで、フェボーに投稿いただけるようになりました。でね、もうすごいボードの事例がたくさんあってですね、その代表例ということでね、昨日ロビンフォードさんのご紹介させていただきましたけども、やっぱ特徴はコンパクトにできるっていうことなんですよね。でこれが一つの王道パターンで、こう振り返っていくとですね、やっぱりこうズームの G3 とか B3 とかですね、これも同じパターンでよくね皆様方組まれていました。で昨年このボスの MS3 が出て、一つの王道パターンが出来上がったんですけども、そこに今年からね HX Effects、Line 6のものが出たということで、ただ大きさがねちょっと大きいので、皆様方ねどういう風に組んだらいいんだろうってこう興味があると思いますので、大きさ、ボードの大きさどうしたらいいのかな、パッチケーブルはどうしたらいいのかなとかですね、チェックいただきたいという風に思います。で SU4649 さんのね投稿ちょっと注目いただきたいんですけど、電源入れるとこんなに綺麗なんですよね。これも一つのなんか、良さかなと思いますので、フェボーのね投稿事例を見ていただいて、研究していただいて、また投稿いただきたいというふうに思います。それでは引き続きフェボーの方お楽しみいただきたいと思います。投稿も待ってます。よろしくお願いします。